どうやったら今後こういう不祥事が起きないのか、そのことについてはスポーツ庁としてもですね、これインテグリティ教育、 JOC でもこの4月からスタートさせましたけども、スポーツ庁としてもより真剣に考え取り組んでいかないと、この国民の期待を裏切ることが続く状態、これは許されませんね。やはりスポーツ界ですね、さまざまな不祥事が相次いでいる、非常に、そのことを深刻に受け止めておられました。で、今回我々本部役員3人の判断についてはそれで進めてくださいと、その件は了解しましたと。